はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカルピアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのはこちらバルナックライカの 3C になりますね。こちらあの 3C の、巻き戻しレバーのところの段がない後期タイプになりますね。後期タイプの 3C で、こちらは、後塗りのブラックになっております。これ塗りたてで非常に綺麗な状態です。はい、でこちらはボディキャップ付属しております。はい、ではまず外観から見ていきましょう。張り革なんですが、こちらは、3C とか 2C とか 1C にだけ作成されたサメ革シャークスキンですね。シャークスキンとなっております。非常にね、なかなか探すとなるとね、なかなかないもので、ちょっとね、人気もね、好みがあるんですけど、私はねこれちょっと滑りにくいし、この本当丈夫で私が好きな方ですね。これは本当滑りにくいんですよ。でなかなかね、この大会の普通のグッタペルカだとこの辺とかねパリパリ割れてきたりするんですが、これはねそんなに欠けとか割れはあまり見たことがない、こういう丈夫な張り革となっております。はい、であと外観ですが、見てのも分かる、先ほど言った通り専用のね塗装業者さんに依頼して、きれいな半光沢、まあ、艶消しに近い黒にね塗ってもらってます。非常に綺麗な仕上がりになっており、特に大きなあたりとか傷とかもありません。こんな感じで塗りたてですので非常に綺麗です。塗膜もね非常に強靭なものになっておりまして、アクリル粉体樹脂という非常に強いものになっておりますので、傷もつきにくいものとなっております。はい、非常にかっこいいです。はい、であとカメラなんで撮影する時の機構としてはこちら当店でフルオーバーホールしており、その時にシャッターマック交換しておりますので、とても綺麗です。で巻き上げもスムーズで引っかかりなどありません。でまずは、B から見ていきましょう。はい、問題ありません。で次はスローの T ですね。開きっぱなしにしてもらいましょう。はい、問題ありません。じゃあ閉じてもらいます。はい、であとはこの機種の最高速度ですね。まあバルナック自体の最高速度とも言えますね。1000分の1を見ていきましょう。ちょっとね動画では分かりづらかったかもしれないんですが、専用のねシャッターテスターで特定をして調整済みです。あと調整をしてもね、時々やっぱりシャッターがバウンドしたりとかは測定時には分かりづらいですので、そういう確認も実際に試写をしてネガを確認して問題ないのを確認しております。はい、あとその他の動作としてはフィルムカウンターですね。もう問題ないです。動きはで今はちょっとですねワンカウントするかどうか巻き上げて、今ちょうどいいところに合わせましょう。20に合わせてシャッター切って1回回して21ですねに合ってます。問題ないです。であと先ほど言ったとおり実際にね試写をした時にねフィルムを入れてますので、その時にね巻き戻しもしてフィルムが引っかかったり切れたりしないことも確認しておりますので、ご安心ください。あとファインダー関係、指導調整、非常にスムーズに動いてくれます。ビューファインダー、レンジファインダーともに清掃しております。あと20度もねはっきり見えております。まあ新品に比べればね若干ちょっとほんのちょっと薄いですが、全然ねピント合わせするには支障がないレベルですので問題ありません。はい、じゃあ開いて中見てみましょう。あと底蓋も中もしっかり綺麗に塗ってますので、全体本当に全体的に綺麗な外観になっております。はい、もちろんですがスポール付属します。中もこんな感じで特に問題ないです。はい、やっぱりねカメラの黒ってねかっこいいですよね。こうやって見るだけでね、やっぱカメラなんで撮影するのもいいですし、やっぱこの黒になってこうやってかっこよくなってますので、飾っておくだけの絵になるかなとは思います。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。バルナックライカ 3C 後塗りブラックのご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。でよろしくお願いします。